岩村聖志郎は、日本の牧師、教育者である、めぐみ教会を創設し、めぐみ幼稚園、めぐみ高等女学校を設立した。幼稚園、協会学校の働きを重視した、宗教教育、教育的伝道に力を入れ、日本の日曜学校教育及び、キリスト教幼児教育の草分け的存在となった、牧師、伝道者の木村清松は実刑。 新学者で牧師の岩村真嗣は次男。1889年に、新潟県中間原郡御船長にて、父、木村貞之十、母十の九人兄弟の末弟として生まれる。家業は工事屋。御船の小学校と高等小学校を卒業。兄、木村清松の招きにより、青山学院中学部2年に編入する。 1904年15歳の時に霊南坂教会で、尾崎高堂牧師より洗礼を受ける。後に、東北学院中学部に転校。この間仙台後つ橋メソジスト教会にて、川澄明基都市牧師の訓導を受け牧師に献身する、ことを決意し、1907年同志社、大学進学部に入学する。兄聖将が牧師をしていた落葉教会の日曜、学校の教師を務め、 幼児の教育伝道に従事した。1913年3月進学部卒業と同時に尾崎高堂の娘安子と婚約し、岩村家の夫婦養子となることを約束して、岩村生に改正。1912年アメリカに渡り、ハートフォード神学校にて2年間宗教教育を専攻。その後1年間ニューヨーク州ホワイト聖書人学校にて聖書学を学び、 1916年7月3日、帰国と同時に、尾崎康子と結婚、霊南坂教会の副牧師と宗教教育主事を務めた。1920年に、財団法人日本日曜学校協会の理事に就任し、38年間全国を回り、日曜学校教師の育成を行った。1922年、大正11年、 東洋英和女学院幼稚園師範加工士として18年間、フレーベル教育理論を教授。1923年9月関東大震災に、当たり前ご収容に、活躍。1924年、大正13年夫人と共に、英国グラス号における世界日曜学校大会に、出席。帰国後新地開拓を志し、 京浜地区大森に開拓電動線と1925年11月、東京深入り荒谷屋山、河原の作475番地の民家に移住。自動向き新聞、青空を発行。翌1926年、恵み幼稚園と大森恵み教会を設立した。1928年には、ロサンゼルス世界日曜学校大会が開かれ、204名の日本代表団の団長として、 引卒指導した。1931年妻と共に、キリスト教保育連盟を創立する。1939年には、恵み高等女学校を創立し、演習教諭となって6年間察戦指導に当たったが、不幸戦災により並行、予定敷地2000坪の現在地を残す。戦後は、息子神に牧師と共に、戦災復興に努め、教会道、幼稚園舎、 パイプオルガン、納骨堂を完成。この間沖縄のキリスト教幼稚園設立の指導に当たる。また日本キリスト教協議会教会学校部理事長、日本キリスト教団東京教区教師会長、東京道新会会長を歴任。1957年12月2日、満67歳の時大森恵教会の聖牧師を神事牧師と交代、自らは、 担任教師となり、1966年7月、伝道50年、金婚を機に名誉牧師となる。幼稚園長は、ナ原現役に泊まり、1972年3月まで45年間、勤める。1967年7月アフリカナイロビにおける、世界キリスト教育大会に、世界最古産代表として、出席、翌1968年のお決戦にて、 東方大学病院に入院、1978年、昭和53年4月20日へ民、去年89、1976年、昭和51年名誉進学博士受賞。ありがとうございます。